このイヤホン無料だぞ。どうして誰ももらってくれないんだ。お前らやる気ないだろ。クビだよクビ。社長、みんなこんないい商品が無料なわけないと言ってます。いや、ありえない。今すぐみんなに伝えるんだ。我々のイベントは絶対に本当だ。このイヤホンワイヤレスで音質もいいし、イヤーフック付きで防水設計だからスポーツにも最適。通話はもちろん音楽の再生や音量調整も便利だ。ケースは LED 表示だから電池残量がパッと見てわかるぞ。みんなイベントの参加方法を知らないようです。いいか、みんなに伝えろ。テムのイヤホンが無料配布中だ。動画をクリックしてアプリをダウンロードすると無料でもらえるぞ。今すぐ動画をクリックしてダウンロードするんだ。1日2時間以上 YouTube 見ていると必見。その時間せっかくなら仕事に変えませんか。動画を見ることが仕事、そんなバカなことあるわけないとか、怪しすぎだろとか、そういうふうに。じゃあこのまま続きを見てください。もちろんね、ただ動画を見ているだけでお金がもらえるみたいな、そういう怪しい話ではないです。ただこうやって動画を見ているのも仕事の一部にできる。それが可能なのが YouTube 動画編集なんです。他にも YouTube 動画編集はフルリモートでできる。スキルゼロからでも始められる。努力すればするほど時給が上がる。こんな風に魅力ポイントはたくさんあるんですが、真っ当に働いたら真っ当に対価をいただけるという職業なので、決して誰にでも簡単に稼げるというものではありません。おそらく今こうやって YouTube を見ているあなたは動画を見るのが好きなんじゃないですか。だからこそそれが活かせる YouTube 動画編集がおすすめなんです。実際に僕もつい4年前までは18時から0時半までパチンコ屋でバイトして、そのまま3時から9時までスーパーでバイトして、そのまま大学に行き居眠りしながら講義を受ける、そんな現役大学生だったんですが、動画編集という仕事に出会って生活は一変。一件1万円の報酬がもらえる動画編集。楽しく働けているのに、家で働けているのに、今までのバイトより手取りが多い。家にいる隙間時間に仕事ができて、眠い時は仮眠ができる。僕の生活は一変しました。でもこうやって聞くと、もともとスキルや才能あったんじゃないのって思いますよね。でもそんなことは一切なくて、実際にこの前動画編集を教えて58歳のおばあちゃんも、初めて1週間で3万円分の案件もらったんです。そのおばあちゃんはパソコンの使い方もおぼつかないぐらいでした。とはいっても何から勉強すればいいの、自分にもできるか不安だ、そう思う方がほとんどだと思います。そんな方のために、今回動画編集者として現場レベルまで到達するために、何を用意して何をどの順番で勉強すればいいのか、まとめたプレゼントを作りました。すでに2万人以上の方に受け取っていただいた動画編集01ロードマップというものです。これだけ見たら、未経験から動画編集者になるためにどうすればいいのかしっかり分かるようにまとめました。正直この動画は間違いなく有力です。その結果これだけ多くの方が喜んでいます。他にも僕は動画編集に関して発信してきたわけで、 Twitter は 9.9 万フォロワー、 YouTube は合計10万登録者、インスタ1万5000フォロワー、 TikTok 5万フォロワーとたくさんの支持者に囲まれています。動画編集業界において僕を知らない人なんてなかなかいません。 YouTube 動画編集の教科書も出版しました。そんな私からこれだけ多くの特典をお渡ししています。ただし期間限定での無料公開となっていますので、今すぐ下のボタンをクリックしてください。とはいってもね、行動しない人がほとんどです。この動画を見ている 1% ぐらいの人しかしっかりと特典を受け取ってしっかり中身を見てくれません。だからちゃんとやるというのはチャンスが待ってるんです。この動画を見た 99% の人はおそらくここまでで動画をスキップして、ここまで話を聞けていません。今まだこの動画を見ているあなた最高です。あなたのことですよ。あなただけはこの下のボタンをクリックして特典を受け取ってください。受け取り方法は簡単です。下に出ている青い番からメールアドレスを入力するだけ。ただ無料で受け取れるのはこの広告動画が流れていただいただけです。あと10秒しかないので今すぐ下の青いボタンから受け取ってください。そいつが知りたくてね。誰に頼まれた。ここ水が体にかかったら男は青く女は紫色になるんじゃ。
そうしてほしい。走れたらお尻を上げろ、このドマメ。どっちにしようかな。あ、こっちだ。早玉に言え。いくら僕を追っかけても無駄だってな。キシンラーニングは初段を目指す学習コンテンツとなっております。入門、初級、中級、上級コースがあって、今回は上級コースです。この上級コースは将棋ウォーズ1級から2級くらいの方が初段を目指す内容となっております。